こんにちは。実はね、今日事務局を大きくイメージチェンジをしました。何を変えたと思いますか？壁紙？いや、そんな大層なことはしてません。絨毯？いや、それもしてません。実はですね、蛍光灯の色を変えたんです。蛍光灯はここオフィスですから、普通のですね、中光色っていうんですか、まあ、白色なんですね。明るくって、まあ、一番仕事には便利なんですけどね。それちょっとね、こう夜なんかこう白くてちょっと寒々してるんで、夕方ちょっとイメージが違うなと思って、ほら、電球色っていうんですね、白熱電球のそのフィラメントのあの感じの蛍光灯があるんです。で、それに付け替えました。そうするとですね、本当に今日廊下を歩いてくると、もう全然雰囲気違うんですよね。で、中に入っても本当に、その何て言うかな、こう顔色とか、それが綺麗に見えますし、よくスーパーなんかでもね、なんか肉の色がとか、なんかこう肌色が綺麗に見えるとかいうの、お化粧品屋さんでもね、肌色が綺麗に見えるっていうのはすごく気を使うようですけども、本当に顔色が綺麗に見えるし、あったかく、とってもね、こう心が癒されます。で、こういうふうに、もう長く見慣れてると気がつかないことでも、イメージを変えるとすごくですね、フレッシュな感覚になって、今オフィスのみんなも「よかったよかった」って言ってくれてます。というふうに、何かイメージ変えてみること、例えば自分の服の色を変えてみるとかですね、髪の色を変えてみるとか、ヘアスタイル変えてみるとか、髪をその形を大きく変えてみるとかですね、いろんな新しいことにチャレンジをする、まあ、普段食べないものを食べてみるとかですね、普段行かないところに行ってみるとか、ぜひ新たなチャレンジをしてみてください。